ちょっとレコーディングから最初始めて、じゃあ、行きまーす。じゃあどうぞ。時刻は18時30分を回りました。コスパのすすめ、自分の居場所の作り方の時間です。家事にお仕事、お仕事帰りにあともう一踏ん張り、夜勤の方はこれからファイトのこの時間、空間デザイン心理師の柴田美希がコスパをテーマにゆるうりお話しする番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com です。また、ツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。スマホの場合は、アプリ、リッスンラジオ、またはマイチューナーラジオで聞いてください。FM ギノワンのホームページから見ることもできます。じゃあ CM 行った体でまた合図するので、そこからはい。始めてください。はい。はい。今日も、あれ、省略しました。ありがとうございます。じゃあ、行きますね。じゃあどうぞ。こんばんは。今週も始まりました。コスパのおすすめ。噛みました。すみません。コスパのおすすめ。自分の居場所の作り方の時間です。本日はですね、FM 宜野湾のスタジオが、リフォームをするとはいい、うことになっておりまして、そうなんで実す。は収録なんです。はい、はそうなんです。なので、すいません。今日はね、ツイキャスを見れていません。ごめんなさい。はい。はい。い、そして、本日は、東京で、旧建築士をされている寒川玲子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。今はい。日はありじゃあがちょっとうとご簡ざい単まにす。自己呼んでい紹ただ介いて。をお願いします。い。東京で設計事務所をしております、寒川玲子と申します。主に、今日なんかラジオ局がリフォームということですけれども、リフォームのお仕事をさせていただいております。だから呼んでもらえたのかな。よろしくお願いします。よろしくお願い しはまい。す。面白いタイミングですね。そうですね。ね。今今聞いたもら、それだから私、今日ゲストなのかなと思っちゃいました。いや、ヘアカツのね、月曜日のヘアカツの咲子さんが、専門学校の学生さんに、授業をしているときに、実はこの FM 宜野湾のリフォームっていうのも課題にしてね、いろんな発表をしてもらったりとか、したんですよ。いろいろそう活なんで用すさね。せて。面白かったらしいですよ。すごい。それの案が入ってたりするんですか？実際にリフォームは。その案は今回入りはしないんですけど、でもその実際にその時に作った模型っていうのを一時期 FM 宜野湾でも飾って、実際にパーソナリティさんたちにも見せて、なんかどういう風になったら嬉しいみたいな、まあもう案は決まってはいるんですけど、なんかもし選べるとしたらみたいな感じでまたアンケート取ったりとかしてました。あ、いいですね、す投票ごみい。たいな感じですそんなね。感じです。面白い。すごい、でもいい勉強になったんだろうなと思って。ね、実際に対象があるっていうのはなんかいいですよね。そねえ。う。やっぱりそう未そ来の姿が見えるっていいですよね。う。ねえ。そうそう。だから私たちね、建築士の仕事って見えないものを販売してるわけなんですよね、実は。そうなんですよ。ないものを説明して、お客さんはそれで納得してうんって言わないと、すごい大きい金額動くので、結構責任重大なんですよそうね。ですよね。こんなふわふわした人ですけど。
実は真面目やるんです、その時は。結構そう、だから打ち合わせ、私リフォームの打ち合わせしてて、図面とかをもとに説明して、ね、お客さんとか、あ、分かりましたって言ってくれてて、で、それで、あ、分かってくれたんだなって思ってたんですけれども、でも出来上がってから結構お客さんが、あ、こうなるんだったんですねっていうね、実は分かってなかったって結構あって、え、あんだけ説明して分かりましたって言ってたけど、分かってなかったんだとか思って、でもなんか、ね、でもまあ一生懸命寒川さんが説明してるから、まあ任せていいんだろうみたいな思ってましたみたいな感じで。もう本当にびっくりする時がある。あ、こういうことだったんですねって。え、分かった、分かったは何が分かってたのみたいな。頑張ってくれるってことが分かったみたいそういうこと、そういうこな。 あ、となみるたい。ほど。頑張ってくれるからとりあえずまあ大丈夫だみたいな感じなんですかね。そういう時が結構あるかもしれない。言ってくれてるからいいようになるんでしょみたいに、そういう言い方で質問してくれる人もいますし、また絵描いて、こうなるんですよみたいな。そう。なので、本当見えないものを販売してるなって思うし、ね、この間、インテリアの手伝いで入った会社の人のお客さんはもう図面は決定しましたって、判子してるんですよ。だから、部材の、カットとかの計算とか、そういうのにも入ってるんですね。構造計算とかも入ってるんですけど、うちってここどうなってるのって聞かれて、私設計じゃないとか思いながら、でも分かってないのはちょっと気の毒かなと思って絵描いて。なんですよ。だから、ああ、ちょっともうちょっと頑張って設計の人ってその時は思ったんですけど。で、基本図面ってそんなに一般の人って見慣れてないから、図面でその空間、3D の空間を、立体の空間を理解しろってやっぱり無理なんですよね。で、思ってやらないとダメだなっていつも思ってる自分で。だからね、図面だけじゃなくて、最近は 3D でこう絵が出せるようになったりとかしてる場合もあるので、で、それもお客さんは、なんか、これ僕の地図なんですとか言って、自分の家の地図なんですって、だから図面見ずに立体のイラストの方を見てるっていう確かにね。こともありますね。でも確かに分かりやすいですよね。ね、私たちは見慣れてる分気をつけないといけないなっていうのはね、あるし、だから今日私の背景は自分の実はマンションがすっからかになった時の画像なんですけど、まあ、リフォームとかリノベーション、これは私のね、あのうちはもうほとんど全部スケルトンって言って壁を全部壊した状態、間取りも何事も変えたので、一応フルリノベーションっていうような形になるんですけど、この間ね、玲子さんは Facebook とかで、あとインスタとかでもね、発信されてたりするんですが、リフォームとリノベーションで、ね、どなんこにか、行ったら違いとかってイメージあります？でもね。そこ実はなんかあんまり決定的な違いはわからなくって、たまになんかこの物件とか探してる時もなんかリフォーム済みって書かれてるところとリノベーション済みって書かれてるところがあったりして、あ、どう違うんだろうって思ってました。ね、何かが違うんだろうな。それをね、玲子さんがちょっとこの間、ね、説明されてたんですよね、簡単に。そうなんです。実はそこは全然定義されていなくて、厳密なこう違いはなくて、ただまあ漠然とリフォームの大掛かりなリフォームをリノベーションっていうっていうところがあって、ただ別にそれがいくら以上だからとか何平米以上だからとか全然その定義は全くないっていう。だからそうなん一ですよ人だね。けでやるときはリフォームとか、
まあ、でも大きいお家だったとしたら、10個も20個も部屋があるようなお家だったとしたら、2部屋3部屋でも気泡を持って行ったりするし。あと、リフォームって言っても、例えば、お風呂の便器だけ交換とか、お風呂だけ交換だと、その設備だけ交換できちゃうんで、多分、イメージ的に交換で済んじゃうんですよね、そのものだけ。だから、その業者さん、専門業者さんだけで済んじゃうんで、こういう設計とかもトイ入んレないというし。あれですか？ホテルにあるみたいな、お風呂とトイレが一緒になった部屋みたいなやつですか？あ、じゃなくて普通にマンションの中のユニットバスだけの交換とか、電ああ、気だけのはははは。交換とかって結局そんな工事会社も入んなくて、お風呂屋さん、ユニットバス屋さんだけで済んじゃうじゃないですか。メーカーだけで済むやつ。そうすると、交換工事、だからお客さんが例えばユニットバスだけの専門の人に頼めばできちゃうっていう。そうすると、なんかリフォームしたっていうよりは交換したになっちゃうんですよね。でも多分ね、今、まなみんさんの中では、お風呂の交換は大工さんは来ないんだ、へえみたいな感じだと思います。なんかこの、例えばじゃあ、お風呂の、その新しい湯船を買って、その、なんだろう、湯船を買ったら、その業者さんがまた来てみたいなイメージでした。なんていうのかな、なんかまたそれに別の人がって別ことのです人がか？来てみたいな、だからそこだけで完結するんだじゃないですけど。なんか専門業者で結構建築って分かれてて、結局工事するのもリフォーム工事するのも、ユニットバス屋さんがいて、で、なんか、まあ、トイレと、なんていうの、だからユニットバスも例えば、そっちは TOTO とかリクシルとかあるのかな、だからそういうメーカーさんの方のリクシルをやっているユニットバスの専門の工事屋さんとか、そこで済んじゃうんですよね。そうすると交換で済んじゃうから、金額的にも安いし、別になんか大きな、なんか設計なんて私たちみたいな、ね、みきちゃん、私たちみたいな設計は全く入らなくてできちゃうし。そうなんですよね。なんかね、その建築ってめっちゃ細かいし、この間ね、この間じゃないな、この前の夏に、実はこっちのトンネル大火災があったんですよ。高速道路のトンネルで、トラックが炎上したんですけど、そのトラックが炎上して、消火して避けたら終わりじゃなくて、もうトンネルの中のコンクリートが剥がれてボロボロになって、もう半年間高速道路ストップしてたんですよ、実は。で、私普段テニスを実はやってるんですけど、その高速道路を通った向こう側に住んでる人が高知なんですね。で、夜早く帰りたくても高速通れないから、下道で帰らなきゃいけないんだみたいな話をしてて、でも中どうなってんのか、あなた関係者として見に行けないのみたいな言われて、関係者。私土木の人じゃないんですって言って、建築なんですって言って、だから多分一般の人はその道路の工事してる人と建物を建てて、ビル建設だったり家建てたりとかっていう、その建ててる人の違いがないんだなと思って、そう、全然関係者じゃないですって言って、そういうふうに思うんだなって、なんか人ま一と級め。建築士っていうタイトルだけででっかいものを作ってる、だからトンネルも作ってるみたいに思われてたので、トンネル。トンネルは知らんって言って。確かに、そう、建築とどこか大きく違いますよね。そうなんですよ。だから橋とかも作ってると思われてる時もあるんですけど、いや、作ってませんじゃん。建物ですか、じゃあ、あくまでも。そう、建物です。で、お金も結構違うんですよね、実はね。なんか、土木工事価格と、なんか建築工事価格で全然違うっていうね。
同じコンクリート打つんでも違うっていうね。どうか高いですよね。高い。単価が高い。あ、そうなんですね。そう。ね。そう。でもなんかお家とかだと道路も関係してきません？なんか全面道路の。今ちょうどし私まリす。フォームではい、あって、ちょっ水と。道ね、引き込みするのに道路割ったりしますね。そうそうそう。でもなんかやっぱり管轄が違うから、それの届け出出してやんなきゃいけないとか、なんかまたそれで時間がかかっちゃったりして、大そうで変。すね。そう、予想外、家建てるにしても、マンション建てるにしても、多分お客さんが予想してないことがたくさん、実は周りにもあって、今の話の続きで言うと、まあ、車を、ね、敷地内に駐車したいですとか、まあ、マンションとかでもありますよね、こういうところ、車入れるようにしたいってなったときに、歩道があったりすると、道路を切り下げないといけないんですね、車が入れるように。下げないと入れない入っれないていかうふうにら。なるので、道そのうなる段差を少と、なくするってことですよね、切り下げっていうのはね。そうですね。で、車が入れるように、道路と面からこうスロープみたいにして入れるようにするんですけど、その幅っていうのも決まってるんですよ。その市町村だったりとか、県だったりとかで決まっていて、これがマックスですっていうのがあるので、敷地の前全部を下げれると思ってる人も多かったりするんですけど、それって道路のその歩道とかに植木とか植わってる時もあるじゃない。コンビのものもね、植わってますけど、そういうのを、例えば移設する場所どことかっていうのも決めないといけなかったり、そうなんですよ。意外とね、そういうルールが多くって、何で大も掛か簡り単。に。そう、下げれないかったり、木を切ったりとかっても簡単じゃないんですよね。そう、なんか道路のとこの L 字工って言って、こうなんか段差になってるとこあるじゃないですか。道路と歩道っていうのが、敷地との間も L 字工で、お水がちょうどこう流れていくような感じで、こう段差になってないのかな、沖縄とかは。なってるだっけて、ど、多分ね、なあ、んわていうかんんなでいすか、か、言ったら。イメージで。道路と敷地との間のとこ段差がありませんか、道路と敷地。お家の敷地との間って。なんかこう、なんていうの、蓋じゃないけど。溝の蓋みたいなところ。ずっと並んでますよね。そう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 。そこの段差って結局、水が敷地の中に入らないようにして、その雨降った時の水を流すために、その段差でせき止めて流れるようになってるわけですよね。で、そこの途中にこう、マスじゃないけれども、こう水が下に、地面の中行くような感じで、ちょっとことこ、何、蓋に穴が開いてるようなのちがっちあっゃいマンて。ホールみたいなやつですね。そう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 。で、その時にあの段差っていうのはやっぱり、ね、必要なわけですよ。水をちゃんとそこに流れ込むと。でもそれをやっぱり敷地に駐車場、車に入れたいから段差なくして低くしちゃうと、水が結局敷地の中に行っちゃったりして、ちゃんとこうそこのマスというか排水するところに流れなくなっちゃうんで。な玄の関の前で、が水浸しみたいになるんですよね。そう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 。なので全部下げちゃいけないっていうね、ルールになってる。そう。でもそれを、じゃあ段差があるところをまたその車出しにくいから、こう斜めの、自分でこう置いて斜めにするのを置いてる人いませんか？斜めにするっていうか、なんかその、角のなんか黒いのだったそうり。そうそうそう。なんかゴムみたいなやつ。置いてるんですわかかんない。ね。見たことあるかな。多分ね、見たら、あ、これかってなると思う。ね、そう見たそうらわそうかるんですかそう。ね。その流すところを、まあ、蓋しちゃってる人がいるっていう。そうすると結局そこに落ち葉が溜まったりとかして水が流れなくなっちゃうと、結局ちゃんとこう排水のところに行かなくなっちゃうから、水たまりが大きくなっちゃうとか。そう。そうなんですよ。それ置いてる人は別に悪気があって置いてるわけではなくて、自分が転ばないようにだったりとですか、よね。そう、自転車出し入れしやすいようにだったりとかで置いてるんですけど、そもそも置いてる場所はあなたの家の敷地じゃないですからねっていう そうそそうれそうそう、もあったんですよ。道路であ、ね。もう道路に置いてますよっていう そこ置いていいとこじゃないんだよねっていう。
だから、もう多分悪気なく置いてる。そうですよね。ね、自分のこの、なんていうんですか、この敷地からの延長線上みたいな感じで考えちゃってるってことですよなんかね。気持ちはわかるんだけどねーと思って見てる。なんかね、わかるけどって感じ複雑でですよすよね、ああね。いうのってね。そうなんか。ですよ。なんかね、仕方がないんだろうなって思う反面、置いていいとはだからこっちも言えないので、ちょっとそれは打ち合わせするときに説明しづらいところにはなります。例えば、車椅子の人が家族にいるんですってなったときに、段差越えないように、ね、越えれないって困るじゃないですか。そうですよね。だから置かないでくださいとも言えないんですけど、置いていいよとも言えないの言えないで、から。頑張ってくださいっていうしか言わないかな。そうするとお客さんはなんか DIY ショップに行って何か買ってきて自分で置くというね。便利ねとか出てるなんから。か心苦しいけど、ってなるんですよ。こっちではちょっそっとか。やって差し上げられないっていうね。そっか、自己そうなん責です。任じゃないけど、なんかまあ、あとは自己判断でみたいな感じになそうなんでなっすちゃう。よ。だから法律とかね、その地域の決まりとか守らないといけないので、建築士の方は。なんとも、まあ、ってなる時があるって。ね。で、あとね、玲子さんの場合は、私もマンションのリフォームとかはもう、この自分の家でやっただけなんですけど、普段ね、玲子さんはすごいそういうのをたくさんされていて、まあ、こんなね、ちょっと太い黒いのなんかビヨンってなってるの見えます？太いのよくパイプスペースってよくマンションで言うと思うんですけれども、それの、PS ですねとかだと書いてあります。共用の上の階、下の階、全部いってるような共用の排水管なんで、それはこうやって開けちゃっても自分で勝手に変えられないっていうね。そう、場所を変えることができないので、まあ、これしょうがないっていう。これをどう使って、設計するかっていうふうに。まあ、ここだけはじゃあ移動できないってことですね。そうなんですよ。から横にこのお部屋の中に持っていく配管は自分で変えられるんですよ。だから、まあちょっと違うけど、多分この水色とか赤色とかっていうのは専用部で自分で新しくした管なんですよね。そで、こ、これは見えてる。で、これはさ、もう錆びない新しいタイプなんで、今時の、仕様になってるんですけれども、黒い管が、例えば鉄管とかだと、鉄でできてる管だとすると、何十年かすると錆びが出ちゃうんで、もっと新しいものに変えた方がいいっていうことが、何年かすると、マンション自体全体でやんなきゃいけない工事になってくるんですよね。その塩ビ管とかね、そういうのになってればいいんですけど、断水したときに、もう一回水道を開けたら、復旧したときにね、赤い水が出てくるっていうお家とかだったら、ちょっとそれはサビがもう発生してると思った方がいいので、こういうね、リノベーションだとかっていう機会があったら、その時には交換していった方がいいかなって。いう感じですね。たまったのがドバッて出てくるだけで、断水の時には普段も多分ちょっとずつ実は出てる、目に見えない分出てるので、そうなんですよ。ええー、ですよね。ね。ちょっと衝撃でした。ね、なんかね、サビを飲んでるって嫌ですよね。そうですよね。そう、新しいところはね、塩ビになってるので、そういうのは出てこないですけどね。じゃあ、あともう残り1分になりました。あっという間です。早映画い。です。リアルの時にも、玲子さん、また来てください。リアル、いいんですか？行いきや、たいほんな。と。全然、ぜひぜひ。また来てください。ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと玲子さんの話、もうちょっと深掘りしたかったけど、終わっちゃった。の で。工事の話で終わっちゃった。でもよかったです。今日リフォームとリまノた、ベーまショたン今の 度。ぜひ。お願いします。ということで、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうごありざいがとうごまざしいました。た。
OK です。はい、ありがとうございます。